シャウトゥティ皆さんこんにちは、シロズキッチンのシロです。始まりましたシロズキッチン、チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。はい、突然ですが皆さん、一番好きなインスタントラーメンは何ですか？僕が一番好きなのはこちら、はい、チキンラーメンです。インスタントラーメンの中で一番スタンダードなんじゃないかなと思います。さあちょっと開けてみましょう。もちろんお湯に入れて食べるのもいいですが、こんな感じでガブッとそのまま食べるのも結構美味しいですよね。まあ全部食べるとちょっとしょっぱいですけどね。そんな日本、いや世界に愛されているチキンラーメンです。簡単に美味しくできることが一番の売りですよね。でもこの白漬けチはあえて手間をかけてアレンジ料理を作りたいと思います。以前も簡単にできるナポリタンを1ヶ月もかけて作りました。その時の動画もぜひ見てくださいね。では今回作る料理はこちら、チキンラーメンで作る鶏肉とキノコのリゾット、こちらを作りたいと思います。普通チキンラーメンのリゾットっていうとラーメンのスープにご飯を入れるものが多いと思いますが、僕はスープをブイヨンの代わりにして本格的なリゾットを作りたいと思います。麺は鶏肉と一緒に肉団子にしていきます。めちゃくちゃ手間をかかる料理ですよ。一応動画の最後にいつもと同じように材料の分量をアップしていきます。それでは最後までお楽しみくださいね。それでは準備はいいですか？それでは早速やっていきましょうな。まずはチキンラーメンのスープを使ってブイヨンを作りましょう。お湯の量は通常よりも多めにしてください。さあ出来上がりました。このまま食べたくなりますよね。でも今日は我慢してくださいね。さらに美味しい料理になりますから、スープと麺は分けておきます。スープはリゾット用のブイヨンに、麺は鶏団子に使います。麺は熱いと鶏に火が入ってしまいますので冷ましておきましょう。次に切り物をしていきます。まずは玉ねぎみじん切りにします。リゾットのベースに使いますので粗く刻んだ後にさらに細かくしておきましょう。この切り方ちょっとプロっぽくないですか？はい、次にエリンギを切っていきます。今回はキノコは1種類ですが、何種類か組み合わせても美味しいですよ。だいたい5ミリ幅に切ってください。さあラーメンの麺が冷めたので鶏団子を作っていきたいと思います。今回の肉団子は鶏のささみのひき肉、ヘルシーでいいですよね。そこに塩、黒胡椒、ニンニクのみじん切り、そしてフェンネルシード、ない場合は入れなくてもいいですよ。イタリアンパセリのみじん切り、はい、そこにチキンラーメン、量は調整してくださいね。今回1人前を作ったので全部は多いですね。こね始めましょう。麺が馴染んだらオリーブオイルを少々加えます。
さっきまではちょっとベタベタ感がありましたけども、オイルを入れるとこねやすくなりますよ。お肉を粘りが出てきたら OK です。ラップに巻いて休ませましょう。ソーセージ状にすると後で使いやすいですよ。キノコをソテーしていきましょう。まずはニンニクオイルを作ります。ニンニクは焦げやすいので弱火で加熱します。ふつふつなってきたら、香りが出てきたらエリンギを加えます。唐辛子も加えます。塩も少々加えてキノコの旨味を出します。キノコは弱火で炒めると旨味が出ますよ。もし歯ごたえを残したいときは強火でさっと炒めてくださいね。冷蔵庫で休ませた鶏肉を別のフライパンで焼いていきます。香ばしく表面を焼いていきます。鶏団子が香ばしく焼けたらキノコのフライパンに加えます。全体が馴染んだら白ワインを加えます。フライパンについた旨味を木べらでこそぎ落とします。火が強めにして一気にアルコールを飛ばします。アルコールが飛んだら潰したホールトマトを加えます。スープを0ドル1杯加えて煮込みましょう。リゾットを作り始めましょう。鍋にオイルを入れて玉ねぎを炒めます。少し透き通ってきたら、お米を炒めます。炒めることでお米の表面がコーティングされて煮上がった時アルデンテに仕上がります。白ワインを加えます。アルコールを飛ばします。くっつきやすくなるので気をつけてください。ブイヨンを加えます。ひたひたになるまで加えます。ブイヨンは熱々のものを加えてくださいね。冷めたブイヨンを加えるとアルデンテにならずベタベタになるので注意してください。ブイヨンを加えたら20分のタイマーをセットします。こんな感じでブイヨンは常に沸かしておきます。水分が減ってきたら、その都度ブイヨンをひたひたに加えてください。はい、19分経ちましたんで残り1分です。残り時間が少なくなったら水分量に気をつけてくださいね。はい、煮上がりました。火を消します。煮上がったら火を止めてパルミジャーノを加えます。バターを加えます。使う直前まで冷蔵庫で冷やしておきましょう。そして激しく動かして乳化させます。パスタもそうですが、しっかり乳化させることが重要ですよ。乳化できなくなると油っぽく感じてしまいます。盛り付けます。盛り付けるときはこんな感じでこんもりと。そしてお皿をゆすって平らにしていきます。自然に広がるのがちょうどいい硬さ。上に乗せる具材も温めましょう。リゾットの中心に鶏団子とエリンギを乗せます。
唐辛子を飾る場合は必ず見える位置に置いてくださいね。そしたらみじん切りのパセリを加えてパルミジャーノもたっぷりと削りましょう。はい、これで完成です。はい、チキンラーメンリゾットが完成しました。見てください、美味しそうでしょう。作ってから思ったんですけど、砕いたパリパリのチキンラーメンを最後に散らしたら良かったかなと思っています。それでは試食していきましょう。いただきます。インスタント麺で作ったとは思えないクオリティですよね。これはうまいですね。チキンスープのうまみとパルミジャーノのうまみがよく合います。そして鶏団子の中に麺が入っているのでふわっとした食感に仕上がっています。リゾットの中、そして鶏団子の中にもチキンラーメンの要素がしっかりと入ってますね。イタリアンレストランでも出せるチキンラーメンできちゃったんじゃないでしょうか。それはちょっと言い過ぎかもしれないですね。最後に材料の分量をアップしましたので、気が向いたら作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。最後に高評価よろしくお願いします。それではまた次回このチャンネルでお会いしましょう。チャオ。これ最高ですよ。作ってみてください。